おじいさん、大丈夫？またあのガキ。平気じゃよ。頑張ってくださいね。ところでよ、あんたみたいな男がどうして子供を大将に立てまつるんだ。いくら総大将の息子だと言ってもガキすぎるじゃねえか。確かも取れなかった。このままじゃもろに半殺しにされる。ああ、こんなパシリの人生なんて。ジビー！